Hey guys, what's up? ニックです。今回は置き換え頭シリーズの第4弾です。置き換え頭は表現の一部を置き換えて自分が言えることをどんどん増やせてしまう簡単で便利なスキルですね。一行として覚える、そして一部を置き換えるというやり方ですね。今回は日本でもよく知られている It's nice to meet you を置き換えてみましょう。It's nice to meet you は初めましてという挨拶としてよく知られていますが、その直訳は It's nice to いいですね meet you 君と出会う、君と出会うことはいいですねという直訳なんですね。 meet は動詞ですね。なので動詞なら何でもありえます。例えば It's nice to get up early 早起きするのもいいですね。逆に It's nice to sleep in、sleep in は寝坊する、遅くまで寝るという意味ですね。寝坊するのもいいですね、ですね。そして動詞には動詞しか置き換えられないけど、 be を使えば形容詞もすべてありえます。例えば It's nice to be young、 若いっていいですね。 It's nice to be polite、 礼儀正しくするのもいいですよ。さらに動詞の前にnot を入れてしないこともいいですねという応用もできます。例えば It's nice to not do overtime、 残業しないのもいいですね。 It's nice to not be busy、 忙しくないのもいいですね、ですね。さらに nice を置き換えてみましょう。 nice は形容詞です。なので形容詞はすべて置き換えられます。例えばIt's easy to 何々するのは簡単です、しやすいという表現ですね。例えば It's easy to understand、 わかりやすいですね。そして be 形容詞 It's easy to be lazy、 怠けるのは簡単です。次は hard、 難しいという意味です。 It's hard to 何々はしにくいですね。 It's hard to explain、説明するのは難しい。さらに be 形容詞を使って It's hard to be positive、 ポジティブにするのは難しいですね。次は rude を置き換えてみましょう。 It's rude to 何々するのは失礼だという意味です。例えば It's rude to point、 人を指さすのは失礼ですよ、とか It's rude to not go、 not の応用ですね。行かないのは失礼でしょう、ですね。次は important を置き換えてみましょう。 It's important to 何々するのは大事ですという意味ですね。例えば It's important to practice、 練習することが大事。そして It's important to not be late、 遅刻しないことが大事です。この late は形容詞だから be、 さらに not をつけて規定ですね。このようにもともと知ってる表現の一部を置き換えたりして言えることがたくさんあるんですね。これはぜひ身につけていただきたいスキルですね。表現を一つとして覚えて一つで終わらせずにいろいろ置き換えて言えることを何十倍に増やしちゃいましょう。皆さんも It's nice to meet you の meet you を他の動詞やBe 形容詞に置き換えてみたり、さらに It's nice to の nice を別の形容詞に置き換えてみたりして自分で例文を作っちゃいましょう。そしてこのコメントのところに書いちゃいましょう。そしてこの動画がためになったなと思ったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは See you next time!